タークス・カイコス諸島、タークスカイコス・アイランズタークス・カイコス諸島は、西インド諸島に属するタークス諸島とカイコス諸島から、なる、イギリス領の海外領土。首都は、タークス諸島のグランドターク島にある、コックバーンタウン。タークスの語源はこの地に群生するサボテンと言われている。カイコスは、カリブ系先住民のタイの族が話すタイの語で、諸島という意味。一方で、 タークスは海賊を指す単語であり、この周囲を航行する船へ向けて、警告として、海賊諸島と名付けられたという説もある。詳細は、タークスカイコス諸島の歴史を参照期限前に、先住民のアラワク族が住んでいたと言われているが、スペイン人により発見された時は、無人島だった。諸島の発見は、1492年に、クリストファー・コロンブスに発見されたという説があるが、 1512年のファンポンセデレオンが発見したというのが確実である。後に、スペインはこの島々をフランスに売り飛ばし、イギリスに渡るなどあったが、スペイン戦を襲う海賊が基地として利用した以外は、依然として、ほぼ無人であった。1681年はミューダ諸島にいた、イギリスの塩の採掘者が採掘の容易な、 グランドターク島に住み着いたことによってイギリスの植民地化が進んだ。1780年代にはアメリカ人が奴隷を連れて麺の栽培を始めていたがハリケーンの被害により1820年に同行していた奴隷を残し去っていった。残された奴隷は漁業で生計を立てた。現在の島民はその子孫である。1799年に イギリス領のバハマに属したが、後にジャマイカに属した。1962年にジャマイカがイギリスから独立すると、単独でのイギリス直轄領となり、1965年、再びバハマに編入されたが、1973年バハマの独立で、両諸島は切り離され、総督を置いた。1982年に独立する決定が出されたが、 その後取り消され、現在も、イギリスの海外領土である。マイケル・ミジック首相の不正蓄財疑惑により2009年3月、イギリス首相の助言に基づいて、女王エリザベス2世が数密因例を発動し、タークスカイコス諸島の憲法のうち自治政府に関する、条項を暫定的に停止して、イギリス本国から派遣される総督による、直接統治を行うことと定めた。ミジックは、 首相を辞任し公認には、野党のガルモ・ウィリアムズがつくが、8月に、数密院令が発行し、ウィリアムズも、失職、総督の直接統治体制が発足した。2012年11月9日の議会選挙の後、自治制度が回復した。臨内閣制による自治、タークスカイコス諸島の行政区画を参照6つの地区からなる。バハマ諸島の南4 0トルに位置している。 タークス諸島とカイコス諸島からなり、40の石灰岩でできた島々からなる。うち8つの島に人が定住している。多くは、ンゴ礁の平坦な島々で、樹木や氷土がほとんどなく、土が少ないせいで、沈泥の量も少ない。経済は主に漁業で塩の採掘、海面、麻の輸出で栄えていたが、現在は観光とオフショア金融で栄えている。諸島には、 鉄道はなく、延長1 2 1トルのハイウェイはあるものの、うち舗装されているのは2 4トルに過ぎず、9 7トルは未舗装である。また、主な港湾はグランドターク島とプロビデンシアレス島にある。諸島には飛行場が7カ所あり、うち4カ所は舗装された滑走路を持っている。この4カ所のうち3カ所は2 0 0 0ル 残り1カ所は1000メートル町の滑走路がある。残り3カ所の飛行場は未補層の滑走路であり、2カ所は1000メートル町である。ものの、残りの1カ所はかなり短い滑走路である。住民は主に白人と黒人の根結村ートが63%、黒人が33%である。白人も少数いる。特殊技術を持つ島民の多くは、バハマで仕事を探す。 ハイチから来た難民もいるが社会の貧困層を形成している。言葉は公用語が英語である。宗教はプロテスタントがほとんどで、うちバプテストが41%、メソジストが19%、英国国教会が18%である。プロビデンシアレス島では自ら群れを離れて人と交流するようになった野生のバンドウイルカのジョジョで有名である。 軍から離れ一頭で暮らし、ハグレイルカとなったジョジョは、ナチュラリストのディーン・バーナルとの交流を15年にわたり、ディーンが信頼できる友と呼ぶ関係を築いてきた。バハマと文化的に近く、タークス・カイコスのリップ奏と呼ばれる音楽は、バハマのキャット島を中心とした伝統音楽であるレイクン・スクラップと共通性が高い。1990年6月、カイコス諸島の北部、 中部及び東部がラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。